皆さんこんにちは。 OB クラブ公式 YouTube チャンネル4月の投資部門司会進行を担当させていただくベースボールプランニング前原真由子です。今回は東京新高円寺にあるセノンスポーツゼロからお届けさせていただきます。では早速講師を紹介いたします。元中日でご活躍された吉見和樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは次に中日ドラゴンズのことについて、はい、ドラゴンズですね。はい、まあ、昨年まで15年間、プレーさせてもらったんですけど、はい、ですね、入団した時はですね、僕実はドラフト1位で、トヨタ自動車から、ドラゴンズに入団してるんですけど、はい、実はですね、社会人時代に当時10枠希望枠っていうのがあったんです、うん、要は 逆指名なんですけど、はい、で僕実は何球団を選べる立場にいて、うん、いたんです、はい、実は、6球団ぐらい、1位でお願いしますっていうのがあって、はい、で僕実は大阪だったので阪神ファンだったんですけど、阪神に行きたいと思っていたんです実は、はい、でですが、社会人2年目なので、20歳の時かなに肘の怪我をしてしまって、うん、それでまあどの球団も撤退したんです。撤退してしまったんです。撤退というかそのドラフト1位はちょっとなしだっていう話になって、もうその話はなしです。そうで、でもその選べる時に一番行きたくない球団は実はドラゴンズだったんです実はそうなんですか。なんでかっていうと、トヨタ自動車にいて、愛知県にいて、うん、当時川上さんだったり、まあ、中田さんとか朝倉さんとか、まあ、外国人だと山本さんだったりするもうそうそうたる人がいて、まあ、12球団で一番、レベルが高いだろうと思っていたので、はい、投手陣がそこに割って入れるのかっていうのを自身考えて、無理だなと思って、一番行きたくない球団だったんですけど、一番行きたくなかった球団だけが残ってしまって、ドラゴンズを、逆指名させてもらうことになったんですけど、はい、まあ、でも終わってみて15年間してドラゴンズ良かったなっていうのが、一番、率直な感想で、なんでかって言ってもあれなんですけど、まあ一軍投げることもできたし、優勝も味わうこともできましたし、もう本当にいいことばっかりだったんですけど、やっぱドラゴンズで一番思い出に残っているって、なると、うん、そうだな、まあ、選手で言うと、当時キャッチャーだった谷繁さんにはもううるさいほど怒られて、うるさい怒られてて気持ち入れて投げろっていつも言われてて、いや気持ち入れて投げてるしと思いながら、いつも思いながら、投げてました。でも本当に谷繁さんのおかげでたくさん勝つことができて、本当にいい経験だったかなと、思ってますし、谷繁さんがいなければ今の僕はなかったって言えるぐらいの人です。はい、でまあ同級生だったり年上の方だったりいるんですけどね、皆さんご存知の通り浅尾拓也っていう超イケメンなやつがいるじゃないですか、うん、はい、僕実は同級生なんですけど、うん、なんですけど、あの浅尾拓也もすごい成績を残したのご存知ですよね。はい、ご存知ですか。はい、知ってます。すごかったんですよ、はい、本当にもう浅尾がいなかったらドラゴンズの優勝はなかったんじゃないかっていうぐらい、うん、MVP も取ってますし、うん、ぐらいすごい活躍をした浅尾選手だったんです。まあ、ちょっとそういうね、酷使しすぎて肩を痛めてしまって、ちょっとすぐ引退してしまったんですけど、うん、野球のあるあるで、あるあるって不思議なことで、レギュラー同士が仲悪いとか、うん、よく言われるんですよ。なんか例えばうちで言うと、うん、当時の二遊間が仲が悪いっていう説が流れたんです。はい、まあ、先輩の名前出さないんですけど、で僕らも浅尾と仲が悪い説が流れたんです。ファンの中で、いや、どっから流れたか分かんないんですけど、世間そう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 。で僕はもう人づてで、浅尾と仲悪いんでしょみたいな感じで言われて、全然悪くないしと思いながらご飯も普通に行きますし、
当時 LINE なんかなかったんでメールのやり取りもしますし電話もするし仲良かったと思ったんですけど、なので僕は浅は僕のことを無理やり付き合ってくれてるんだっていうふうに思ったんです、ずっと。でこれ引退するまで実は解けなくて、でもお互い普通に接してるんですよ、普通に接してて、僕浅尾の引退試合の時も誰よりも一番泣いてましたし、実は浅尾の引退試合ね、ぐらい僕は好きか嫌いかってその嫌いではなかったです。でも好きでしたね好きではなかったっておかしいんですけど、ぐらい僕は仲いいと思ってて、で引退して謎が解けたんですけど、まあ、朝は結局遠征先の食事ってあんま行かないようにしてて、実はで誘われても断り続けてたんですよ、実はずっと朝尾から朝尾さんからもう、今日夜ご飯行こうよって、今日もしんどいからいいわとか、今日眠たいからいいわ、何か理由つけて断ってたんですけど、それで朝尾が何かの取材で吉見はご飯誘ってもすぐ断ると言ってで、それこんな話が多分その聞いた人は仲悪いんだって言って吹いたんですよ。仲悪いっていう話になったんですけど、でも全然仲悪くなくて、浅尾とは多分ドラゴンズでやっぱ名前挙げるってなると僕は谷繁さんだったり浅尾だったりっていうのはやっぱ名前出します。でコーチもねすごく強烈な人がたくさんいて、森さんって知ってます？知らないですよね。もう真っ黒で常にヒサロ言ってんじゃないかなっていうぐらい、皆さんご存知ですよね。ちょっと人相もちょっと怖いっていう、はい、うまくその辺はあれなんですけど、壁ドンっていつ流行ったんでしたっけ。なんか壁ドンって流行ったじゃないですか、一時、ね、あれいつぐらい流行りました。3、4年ぐらい前ですよね、はい、ということは2018年とか17年ぐらいですよね、僕ね森さんに、あれ2008年に多分誰よりも早く壁ドンされてるんですよそれはどういったことでですか。中継ぎをしてて、で勝ってる試合に投げてたんですよ、広島、当時広島市民球場って言って、マツダスタジアムの前なんですけど、そこでなんか前の試合も打たれて、でまあ点差があるところで登板させてもらって、その試合も3点ぐらい取られたんですよ実は。でですね、まあ、ベンチ戻ってもう裏来いって言われて、バンってやられながら、まあ、やる気あんのかみたいな感じで言われてまあちょっと違う壁ドンなんですけど、当時壁ドンなんか知らないですけど、壁ドンっていう言葉を初めて聞いた時に、あれも絶対壁ドンやなと思って当時思い出して、多分誰よりも早く壁ドンをやられた一人というか人だったんですけど、まあでもドラゴンズって本当に最初に一番行きたくない球団って言ってましたけど、まあ本当に違う球団を経験したことがないので何とも言えないんですけど、やっぱり強いチームでやることによってやっぱり自分の力を試せれるというか、能力を伸ばすこともできて、でまあ優勝することもできましたし、もっと言ったら本当にタイトルも取ることができましたし、今思えば行ってよかったかなと思ってますし、何より本当にいろんな人と出会えて、15年間が長いか短いか分かんないですけど、いい思いもできて、辛い思いというかいろんな経験できたので、この経験っていうのは本当にこれからの人生すごく生きるのかなと思いますし、今年ドラゴンズ優勝できるぐらいの位置にいるので、まあね、ちょっとパッと見タイガースとか強そうですけど、正直まあでもその総合力でいうとドラゴンズすごく上昇してる時だと思うので、ね、その中でも期待ですかっていうのはいらっしゃいますか。いやもうね、皆さんもね期待してると思うんですけど、根尾選手だと思いますね。はい、昨日の試合もね、その前の試合もしっかり打ってますし、若い選手を使いながら優勝を目指して、まあ、目先の勝利よりもやっぱり、ね、3年後4年後っていうのは多分大島選手とかもね、もう多分落ちてくると思うので、30代がいますし、今レギュラーの中でも、まあ、そういう人たちじゃなくて3年後4年後を見越した采配を、森さんちゃうわ、矢田さんが、してもらって、その中でも優勝して、辞めた翌年に優勝されるのはちょっと複雑なんですけど正直そうですよ、ね、まあでもね、優勝することを目指してみんなやってますし、今年解説っていう立場なので、皆さんに伝えていきながら、ドラゴンズに期待したいと思ってます、はい、最後にじゃあドラゴンズファンに一言何か
お願いします。はい、優勝するためには皆さんの応援が必要です。たくさん応援して、こういう状況なので大変ですけれども、たくさん愛情を持って、応援してください。お願いします。今日は、新興園地にあるセノンスポーツゼロに来ました。 OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。